皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の8回目、今回は円についてお話します。最初に円で使う言葉、これを覚えて、次に円の中心を求める作図、円の接線を引く作図、この順番でお話します。ここに円が書いてあります。中心は O です。その円周上に、円周というのは円の周りですよね、円周上に2点 AB、 これが取ってあり、その2点 AB を線分で結んであります。そして円の外側に L という直線があって、点 P で接していると、こういう図です。点 O が円の中心になる円、これを円 O、 こう呼びます。そして円周の一部分ですね、円の周りの一部分、これを弧と呼びます。で、2点 AB を両端とする弧、2点 AB を両端とする弧ですから、この部分ですね、これを記号を使って弧 AB、 こんな風に表します。弧 AB というと円の一部分ですから、こちら側とこの大きい方のこちら側、2つ出てくるんですけれど、弧 AB といった場合は、普通は小さい方の弧、こちらを指すので、これも覚えておきましょう。また円周上の2点を結ぶ線分、この場合は A と B を結んでいる線分、これですね、これを弦と呼びます。で、両端が AB の弦、ここの部分ですね、この弦を、まあ、そのまま弦AB とこう呼ぶんですね。そして円と直線が接しているとき、円 O と L という直線接していますよね、 P で接しています。この直線を円の接線、こう言います。この図では直線 L は円 O の接線ということですね。で、接している点、ここでは P の方ですね、接している点を、これを接点、こう呼ぶので覚えておきましょう。もう一度まとめておくと、中心が O の円を円 O という、で、円周の一部分、これを弧と言って弧 AB、こんな風に表します。そして円周上の2つの点、これを結んでいる線分、これを弦と言います。この場合は弦 AB ということになりますね。そして円と接している直線、これを接線と言って、接している点のことを接点と呼ぶ。これを覚えておきましょう。では円の中心を求める作図、こちらに移ります。円の中心 O を求める作図、この説明をします。この時円の中心は弦の垂直二等分線上にある、この性質を使っていきます。ここに円が書いてあります。この円の円周上に3つの点を取ります。ここでは1つ2つ3つと、このように点を取ります。この点を結んで弦を書いていきます。ここに弦を1つと、そしてこちら側に1つと、弦が2本書けました。この弦の垂直二等分線をコンパス、これを使って書きますね。円周上に取った点、ここに針を置いて弧を描いていきます。同じようにこちらからも弧を描いていきます。
崩れちゃいました。で同じようにもう一つの点にも針を置いてこう描きます。このやり方だとコンパスを3回使っただけで垂直二等分線が2本引けます。もちろん点を4つ取って別々のところから垂直二等分線を書いてその交点を求めても同じです。さあこの垂直二等分線を引いて垂直二等分線が交わったところ、ここの部分ですね、ここの部分が円の中心の O、 こうなります。でもう一度説明すると、円周上に3つの点を取ると、でその3つの点を結んで弦を2本書いてその弦の垂直二等分線を書くと、その2本の垂直二等分線の交わった点、これが円の中心 O になります。では次は接線です。円の接線 L の作図、この説明に入ります。この接線を書くとき、円の接線は接点を通る半径、これと垂直になると、この性質を使います。円周上の点 P、 この図では中心が O で円周上の点 P、 これを通る接線を書いていきます。最初に O と P を通る直線、直線 OP を引きます。直線 OP、 これを引きますね。接線はここの P のところでこの半径と垂直になるので、この接線 L は直線 OP の垂線になる。ですから P を通る垂線 OP の垂線、これを書けばいいわけです。垂線の書き方はもうすでに学習してあります。 P に針を置いてコンパスでこう描きます。次にこの直線とこう描いたところの交わった部分、ここに針を置きましたね。そして同じ半径でこちらにもね、交わったところと同じ半径でこう書くと、ちょっとね交わった部分が見にくくなっちゃったけれど、ここの部分で今線が交わりました。この交わった部分と P を結びます。今書いたのが直線 OP の垂線ですから、これ本当は90度になっているということですよね。これが円の接線の L、 こういうことになります。円の接線は接点を通る半径に垂直になる。ですから直線 OP を作り、 P 点を通る OP の垂線、これを書いたら接線が出来上がると、こういうことになるんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。